国鉄 EF62 軽電気機関車。EF62 型は日本国有鉄道、国鉄が設計した直流用電気機関車である。国鉄の最急勾配路線であった新越本線の薄い峠越え区間に直通する列車の牽引用に開発され、急勾配での運用に対応した特殊設計がなされている。1962年。 昭和37年に先行試作車の位置が完成し、その後1963年から1969年にかけて量産車53両の合計54両が製造されたが、すでに全車が廃車された。新越本線、横川軽井沢間の薄い峠区間は、最大66.7パーミルという、波外れた急勾配を控える難所であった。 通常の機関車では途半では空転、後半では暴走の恐れから、間接鉄道として開業した、明治時代から補助レール、ラックレールに、機関車の歯車を噛み合わせて昇降する、アプト式とされた。このため、同区間はいち早く電化されて1912年、明治45年には、電気機関車が導入されたが、長らく単線のまま過密ダイヤを強いられてきた。 日本の経済成長が進展する中で、東京と長野県東進、北進を結ぶメインルートである、新越本線の輸送力不足は、非常に深刻な問題になっていた。薄い峠区間を管轄する、高崎鉄道管理局、現、JR 東日本高崎支社は、1956年に、レポート、薄い白書を作成した。この白書では、 同区間が輸送のボトルネックとなっており、アプト式鉄道の施設休止期化老朽化も著しい実態が指摘され、アプト式の解消や伏線化などの抜本的な対策が早急に必要であることが訴えられた。国鉄本社はこれに対応し、翌1957年から同区間の改良策検討に取り掛かり以下の2案の比較検討を行った。結果は、 費用や工事期間の制約から現在専案が選択されアプト式を廃止して通常レールの摩擦力のみによって走行する粘着運転化の上で牽引機関車を前後の区間から直通させる方針を計画した粘着運転化にあたり特殊装備を多数搭載した EF63 型が開発されたが同形式はあくまでも 雨水陶月間専用の補助機関車で牽引力、ブレーキ力に重点を置いた特殊形式であり、新越本線の前後区間を直通できる本務、機関車として開発されたのが本形式である。雨水陶月間では EF63 型の補助を受けて通過することを前提とした上で後半時には協調運転を可能な構造とした。開発は1960年から開始され、 1962年5月に本形式並びに EF63 型各一両の先行試作車が完成した。重連運転も考慮した結果 f 普及の新系列電気機関車としては初めての貫通式運転台を採用した。運転台窓はパノラミックウィンドウであり、先行する EF60 系、EF61 系同様にやや傾斜しているが、 正面貫通扉を垂直に配置する関係で、幕板が、日差し状にやや突き出した体裁であり、窓周りにへこみが生じている。運転席正面ガラスにはデフロスタが取り付けられる。幕板両側に2頭のシールドビーム式前消灯が設置された。軽量化のため、側張りを強化することで、中両を廃止し、側面裾部が、 車体量端部分により一段下がった形態である。塗色は当初、茶色、どう色2号一色であったが、後青15号を基調に、全面用部をクリーム1号とする直流器標準塗色となった。薄い陶脈感は、特殊機関車である EF63 型の大重量、軸重18トン、総重量108トンに耐えられる規格に強化されているが、 それ以外の新越本線は通常の観戦規格であり、通常運用される全同軸の F 型機関車は軸重16トン、総重量96トン以内に制約される。また、本形式の開発において各種粘着試験の結果から総重量を92トンとすることを目標としたため、各部分の軽量化に特段の配慮がなされた。 機器は協調運転を考慮し EF63 型と共通のものとなっている。電動カム軸制御の自動診断式抵抗制御機による抵抗制御方式でバーニア制御機も装備している。ノッチを細分化することでトルク変動を小さくし空転防止に寄与している。また、下り坂での安定したブレーキ力確保のため発電ブレーキも装備した。また、 転換制御機も電動化無軸制御方式となっている。本形式は国鉄の電気機関車としては初めて電動化無軸制御機を本格採用したと言える存在である。主抵抗機は66.7パーミルもの急勾配における軌道抵抗や制動中の負荷抵抗が膨大なものであることから冷却効果の高い専用のものを開発している。さらに 強制通風式とすることで、小型化を図っている。重連運転時の総括制御並びに、EF63 型との協調運転に、対応するため先行試作車並びに一次量産車では、K63 型、二次量産車では、K77A 型のジャンパ連結機2機並びに、元空気溜め管、釣り合い管装備する。興味深い点として、主電動機として搭載された。 MT52 系直流直巻電動機歯車比14.44としたスペックは e f 6 3型と共通である。これは協調運転を考慮した結果であり、両形式は重量と機器類の差によって全く異なった性能の機関車となった。駆動装置は吊り掛け式である。国鉄の1960年代以降の電気。 機関車としては異例な三軸ボギー台車を採用し、COCO CO 軸配置とした。軽量化と前移動の抑制に重点が置かれ、台車を軽量化するために三軸台車を採用し、軸重16トンに対応させた。大圧を軽減させるために輪軸を6から2 5ー、mm、トを運動できるようになっている。DT124 型台車は、 通常のセンターピンでは、台車回転中心にある第二軸と干渉するという構造的な問題をクリアするため、台車回転中心部分の車体両側に設けられた、車体足と台車を結ぶ、引っ張り棒並び台車第一軸と第二軸との間に置かれたリンク機構によって、台車の回転許容と位置決めを行う、仮想審査ラ方式を採用している。また、牽引力については、この、 引っ張り棒と、車体足を介して台車から車体に捨てられている。また、軽量化と構造簡素化のために揺れ枕がない、ボルスタレス構造を採用するとともに、従来の台車では、台車枠に外付けされている砂箱が、台車枠内に組み込まれるなど、各所に軽量化に対する様々な努力が払われているのが特徴である。 EF63 型の特殊な台車構造による機械的軸重移動保障に対して、本形式では、主電動機による電気的軸重移動保障が採用された。立候中の軸重のアンバランスによる動輪の空転の発生を抑えるために、進行方向前方から見てとなるように、主電動機の電流を制限している。 直流 1500V を単相交流 1440V に変換して使用する出力 329V の電動発電機を搭載し、これによって客車の電気暖房を可能とした。また MG 使用停止中に軸受け損傷を防止する観点から平ら軸受けが採用された。屋根部分には広範囲に繊維強化プラスチックが採用された。 EF63 型と協調運転を行う関係上、本形式には当初から 150kHz 帯の誘導無線が装備されていたが、この方式はトンネル区間を中心に雑音が問題となり、横側機関区や駅との連絡をも可能とするため本形式と EF63 型には1975年から沿線に付設した専用の漏洩同軸ケーブルを使う UHF。 400MHz 帯の列車無線を装備、第2エンド運転室側面と屋上にアンテナを設置した。この無線には1980年代に入り常時に、他列車への連絡を可能とする防護無線の機能を追加。1990年以降は、山岳区間での通信を確実にするため、第1、第2エンド側双方の運転席前に、通称 C アンテナと呼ばれる。 ヤギアンテナ製の氷にア RA アンテナが取り付けられた。また、薄い峠以外の区間で用いる列車無線も1986年以降順次取り付けられアンテナを運転室屋上に設置した。本形式は勾配線区に適した設計ではあったが、薄い峠通貨に最適化された主電動機特性と波数比ゆえに高速性能などに難があった。また、 三軸ボギー台車も軌道への影響や特に曲線走行時に生じる大圧などの面からは決して好ましいレイアウトではなかった。そのため1964年昭和39年に開発され、大宇本線板谷峠に投入された EF64 型は公害専用機関車として発電ブレーキを搭載する。 ことなどは本形式を踏襲したものの薄い陶芸用の特殊装備を省略し、二軸ボギー台車装備として、軸配置を標準のボボボに変更、波数比も高速寄りに変更している。こちらは汎用性のある設計ゆえ多くの線区に適応し、大量に増備された結果、2012年現在で、番は減少傾向ではあるものの、線番内については多くが運用されている。 メーカーは、川崎車両、現、川崎重工業車両カンパニー、川崎電機、現、富士電機、汽車製造東洋電機製造、東芝の5社3グループである。1962年に、川崎車両、川崎電機で製造された1が該当する。1963年に製造された2から24が該当する。先行試作者から以下に示す変更点がある。 1964年から1969年までに数回に分けて製造された25から54が該当する。一時量産グループから以下に示す変更点がある。薄い峠の粘着運転移行に先立ち、本形式及び EF63 型核一両が1962年に試作された。横川側,側の丸山信号場付近を伏線化し一年間近くを かけて試験を行い、その結果は量産型にフィードバックされた。1963年初めから第一次量産型の製造が開始され、1963年7月から10月の薄い峠粘着運転切り替えに伴って営業運転に投入された。横川から軽井沢までの途半はアプト式時代には42分を要したが、 新線切り替え並びに1966年の伏線化後は旅客列車で軽井沢方面行きの途半列車が17分横川方面行きの後半列車が24分に短縮された輸送定数も増加し本形式1両で牽引する列車に EEF63 型2両で推進運転を行った場合で貨物列車なら400トンまで牽引可能となった なお、当初は本形式と EF63 型を一両ずつ使用することで、定数320トンの貨物列車、または最大実荷重360トンの旅客列車を EF63 型を二両と本形式を一両使用する場合は、定数500トンの貨物列車、または最大ミニ550トンの旅客列車を牽引する予定であった。当初は、 高崎第二機関区、現、高崎機関区篠ノ井機関区、現、塩尻機関区篠ノ井派室に配置され、急行列車を含む旅客列車、貨物列車で、高崎長野間が直通運転可能な運用がされた。1966年の新越本線、直越殿下では同駅まで、さらに1969年の区内殿下では、新潟までの広域運用も行われたほか、 1968年10月のダイヤ改正からは、高崎南でも本格的に運用されることとなり、上野まで旅客列車を牽引するようになった。しかし1970年代に入ると、動力近代化計画によって急行。白山の489系特急格上げや、新越本線客車普通列車も80系や115系への電車化が進展し、 1982年の上越新幹線開業ダイヤ改正では普通列完全電車化により旅客列車牽引は夜行急行の妙校、越前のと並びに臨時団体列車のみとなり本形式の運用は貨物列車牽引が主となった。1975年昭和50年10月28日 EF63 型2両と 本形式2両の回送列車が軽井沢横川間で速度超過による暴走脱線転覆事故を起こし、本形式は12.35が大破始発の廃車となった。原因はブレーキ故障と推測され、これ以降はさらなる安全設備の強化が図られた。薄い峠越えは粘着運転への切り替えが行われても相変わらず、 新越本線最大のボトルネックであった。貨物列車重量は400トンに制限され、横川や軽井沢では編成の分割、組み替えが必要なほどであった。このため、関東、北陸間の貨物列車については、非効率な新越本線経由が避けられ、遠回りだが観光牌で格段に輸送条件の良い、上越線経由ルートが一般化した。 1984年2月のダイヤ改正では、対長野県向けの貨物列車も、中央本線、篠野井線経由に統一されることとなり、薄井峠越え区間を含む新越本線、安中小諸間の貨物輸送は廃止された、その後国鉄分割民家と愛善をして、小諸、田中間も廃止。薄井峠通華がなければ、新越本線での貨物列車経員には、 EF65 型や EF64 型などの一般的な構造で速度も高い機関車を用いることができるため特殊機の本形式は余剰化した。1980年代前半、東海道山陽本線で荷物列車牽員に運用されていた EF58 型は老朽化が進み故障も多発し代替機関車が必要となった。 荷物列車は乗務員用の暖房熱源供給が必要で暖房用ボイラーか電気暖房用交流電源を必要とする。当時の国鉄直流機関車では SG 搭載の EF61 型は絶対数が不足する上に駆動系統のトラブルも、ほか、SG から出た蒸気、水の影響による車体の老朽化も起こっており、東海道。 山陽線主力車の EF65 型は暖房供給装置を搭載していないため当器の運用に難があった。一部に電気暖房電源搭載車のある EF64 型は運用線区の関係から転用できる余剰車がなかった。当時の国鉄の財政状況では心臓機関車など及びもつかず EF81 系の進出で多数が旧車となっていた。 交流機 EF70 型を直流化改造し、代替車に当てる計画も浮上したが、常日の薄い峠での貨物列車廃止に伴い、電気暖房用電源を搭載した本形式に余剰車が発生することが判明したため、費用節約の観点から転用されることになった。この計画は1983年秋に国鉄本社運転局から発表された。 当時の荷物列車の牽引に当たっていた e f 5 8型は東京機関区、浜松機関区、前原機関区、宮原機関区に所属していた。1984年2月1日大屋改正では荷物列車の受け持ちを下関運転所に移管し運用の効率化を図るとともに本形式を下関に転属させて EEF58 型を置き換える計画であった。ただし、 ダイヤ改正までは、新越本線薄い峠でも、貨物運用があることや乗務員、研修の訓練が必要であることから、同年3月28日の仕業までは、下関に転属及び貸し出された e f 5 8型が代走することなった。高崎第二機関区から下関には26両、4.13から34.36から38号機が転入した33。 乗務員、研修の訓練が終了し、同年3月25日から順次本形式は運用入りとなり、同月29日までに EF58 型を完全に置き換え、塩止め下関間の荷物列車運用に投入された。運用開始直後はほぼ、新越本線運用時のままで使用されたが、荷物車の入れ替えを行う際に支障となる電気暖房用、 決算型ジャンパ連結機の移設などの紹介像が同年9月から順次行われている。山岳路線での牽引力重視設計で定格速度が時速 39.0km 前回時に設定された低速機であったため、兵隊区間主体の東海道、山陽本線での運用では、高負荷運転による主電動機のフラッシュオーバーが発生するも対応策を取ることによりそれほど、 大きな問題にはならなかった。東海道、山陽本線の臨時客車列車牽引にも、荷物列車運用の間合いを活かして、本形式が充当されることとなり、当時の団体臨時列車に多用された12系や14系、20系のほか、スロ81系や国鉄末期に、改造の、相次いだ、ジョイフルトレインも牽引している。 転用からわずか3年も経過しない1986年11月1日が夜改正で国鉄の荷物列車自体が廃止されることになったため東海道山陽本線に転じた本形式は余剰となった急行、銀河の前原大阪間の牽引機に転用する案も浮上したが実現せず1987年4月の国鉄分割民営化までにすべて廃車された また、新越本線でも1985年以降、夜行急行、秒校の電車化と荷物列車廃止、貨物列車のさらなる削減が行われただけでなく、中央本線、篠ノ井線で運用されている EF64 型に余裕が生じたこともって、篠ノ井機関区に所属する本形式も講述する、田端運転所への転属車を除き同時期に廃車となっている。 国鉄分割民営化時には、本来の新一本線で運用されていた41.4346.4953.54の6両が、東日本旅客鉄道、JR 東日本に継承されたばた、運転所配置とされた。唯一の定期運用は、夜行急行、のとと前運用となる黒い日本技館の貨物列車経員であり、その他は、 波動輸送に伴う薄い峠を通過する臨時列車の牽引であった。のとと貨物列車の定期運用は1993年3月18日のダイヤ改正で489系電車に置き換えられたことで消滅し49.53が廃車になった。以後は波動輸送対応のみとなるが北陸新幹線線交換業区間の建設工事では 軽井沢へのレール輸送列車を牽引した記録がある。最終的に稼働状態で残ったのは43.4654の3両で、横川軽井沢間を廃止直前には、同線の廃線を記念した、臨時快速、さよなら薄い峠号、さよなら薄い峠レインボー号、スーパーエクスプレス冷房で運転、ロマン、江戸といった、ジョイフルトレインや旧型客車などの牽引に、 投入された。1997年の薄い峠区間廃止後には EF63 型の廃車改送や年末には上越線でのイベント列車の牽引に投入されたが、1998年8月から順次廃車され、1999年1月4日付で54が廃車され、本形式は廃形式なった。いずれも生態保存、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。